長女、次女、三女、川崎三姉妹です。久しぶりのなんかさ、食べ物が目の前にある感じ、もっぱんでーす。リクエストをね、いただいていたんですよ。なんか3人でおしゃべりしてるのをちょっと見たいです、久しぶりに見たいですみたいな、いただいていたので、今日はね、もうぴったりすぎるほど素晴らしいネタがありますので、はい、ご報告がございます、はい、ご報告があるので、じゃあリラさん、はい、なんかちょっと言いたいことがあるなら、ちょっと言いたいことって何、はい、いいですよ、言っていただいて。ただタイトル見てることは分かると思うんですけど、はい、せーの、スキピができました。いや、多分今見てくださってる方で、え、カズヤでしょとか思っている方がいると思われるので、まあリナさんは直接口でお伝えいただければと思いますけど、はい、スキピができました。はい、ガチの方です。現実世界ですよね。現実世界でスキピができたから、ちょっとみんなにご報告しとこうかな、はい、みたいな。こういうさ、動画初めてじゃない？え、初めて、ね、っていうか、その男性関係についてのお話、うん、でミイラぐらいだったじゃん、うん、とかスキピとか彼氏とか、うんうん、初めまして、初めまして参上です。置いてかないで置いてかれたいや、でもこれもほんまにちょっと今から語るから、とりあえず乾杯しよう、はい、とりあえず乾杯しよう、はい、スキピおめでとう、おめでとう。ちなみにさ、スタバの目にいつもさ、好きなの聞かれるから言っとこう。あ、言ってこ、言ってこ。え、でもリナ今日違うよ。あ、そうだ。私はね、スターバックスラテベンティーでーす。はーい。リナはいつもホアモカアイスグランデなんですけど、今日はかぶったので、はい、抹茶のエクストラパウダーにしました。はい。私はもうこれしか飲まないと言っても過言ではない、ホワイトモカのアーモンドミルク変更ベンティーをいつも飲んでます。はい、おすすめです。おすすめです。あ、でも一人見ちゃった。え、食べよう、食べよう、とりあえず食べよう。ちょっと用意しました。ちょっとあのね、お腹すいたので。サーリンと焼き鳥で、こちらが好きなやつ、はい、焼き鳥からいただきましょうか。はい、私が買いましたね。リナが今日はありがとう、ごちそうします。やっぱ今日ゲス、あのゲスの主役主役なのにおごってくれました。もうティアラでもつけとけば本当じゃん。本当にじゃあ焼き鳥みんな好きなの、食べよう。これは塩のままにします。え、どれにこれ、なかった、ニンニク下かな、それニンニク、それニンニク。じゃあリナ普通にこれ、じゃあ焼き鳥ケーピー、せーの、焼き鳥ケーピー。いただきます。いただきます。ほんまに大好き、おいしい、焼き鳥ほんま大好き、おいしい。いや、リナさん、イメチェンもあ、そうじゃん、してらっしゃいますじゃん、そういえば。クロカツさん姉妹になったね。あ、本当だ。どうかしら。そうだね、ほんと昨日したんですよ、うん、で、ブリーチしてたじゃん、うん、めっちゃ痛んだからね、5センチ切りました、うん、結構短くなったやろ。 YouTube 史上一番短いよね、うん、短いよね、うん、今そう。でもね、ほんとサラサラにしてもらったのでありがとうございます。川崎三姉妹、出会いとか言っとく、出会いとか言っとく、出会いとか言っとこうか。はい、なんか自分の話するのさ、恥ずかしい、恥ずかしいっていうか、もう苦手なタイプやから、うん、そもそもがなんか話してほしい2人に。はあ、出会いは出会いは私が運命の人に会いに行った時に、運命の人に見つけてもらったんですよ。やばくない？何かというと、パクソジュンスのファンミーティング行ったじゃん。うちら3人で韓国のファンミーティング行った時に、なんとその人が偶然、まあ近くの席におりまして、はい、リナを一目見て一目惚れしてくれたって言ってましたけど、ちょ、えぐいですよね。いや、えぐいです、ほんまに。だってパラダイスじゃん、うん、ほんまにパラダイスシティでパラダイス起きた。私パクソジュンとパラダイス起きてないんですけど、つらい。しかも私誕生日の日にパクソジュンの熱愛出て、そうじゃん、プンプンって感じで、それは結構ひどいよね、ソジュンの、うん、ソジュン、アンナの誕生日覚えとけや、なんですけど、リナはね、その日を機にスキピ、スキピができたと、ね、うん、いや、アンナがちょっとまあキューピッドみたいな存在かも。いや、本当にもう本当にいろんな積み重ねが積み重なって、うん、思ったよ、出会いが突然に、うん、間違いない。だってこの前まで、ね、リナはもうリナ結婚とかもいいかもみたいな、うん、もうみんなが結婚したらなんか遊び行くわみたいな、そう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 、一人が楽みたいな感じだったから、一人がいいみたいな、
ほんまに急になんですよね、うん、もうむしろ彼氏欲しくないみたいな、うん、いないらみたいな、いらん無理みたいな、でもう男無理みたいな、おたかつって感じの人やったのに、うんうん、まさかね、今自分が一番びっくりよ、でも、うん、いや私もびっくりしてる、うん、急にみたいな、そんな急にみたいな、そう本当にすごいよね、なんかね本当にいろいろが積み重なって出会えた人やから、ほんまにちょっと運命じゃないって思ってる、もうね本当にリナって友達も少ないじゃん、はい、恋バナになるともううちらに全部言うから、うん、そうアンナちゃんとミエナに話しがち、もうね口が口やばいよ、ニヤニヤしすぎて、あのねみたいな、スキピがみたいな、めっちゃ報告されて、いやそれ5回目とか言って、うん、いいじゃないって感じで、リナがなんと恋をしてるという、はい、恋をしてるって思う、恋をしています、リナがさ、でもここまでなんだろう、真剣というかさ、うん、そのみんなに発表できるぐらい、うん、そうだね、真剣に真剣なスキピができたっていうのが、いや本当にとてもね、すごい進展だと思う、うん、彼って、はい、あの今までになかったです、うん、本当だよね、だってやっぱりなんかリナってさあんま好きにならんやん、うん、友達いないから、うん、さらに出会いも少ないし、うん、人に興味がない、そう全然好きにならんから、そもそも人に興味を持てんし、なんか自分からえこの人好きってなったことがないの、うん、でもなんか初めて会った時にね、もうなんていうん、ビビビってきた、おえなかなかないよ、ね、この人絶対付き合うわみたいな、でもそういうの分かるっていうの、うん、なんか全てがもう今はもう愛しくてしょうがない、うん、いいじゃない、なんかね優しい気持ちになれる、すごいねそれ、恋ってどっちかだよね、穏やかな気持ちになれるか、うん、鬼のように変わってしまう、あそうかもね、ほんまに激しいよな、あの喜怒哀楽が、うん、恋愛って、まあ今はでも出会ったバーっていうか初々しい期間だから、とにかくキュンキュンしておると思いますが、そうだね、いやそうですよ、これからよな、これからだ ね、 これからだよね、どうなるかね、皆様もお楽しみにという感じですけど、はい、川崎さん姉妹でもいいな、そんな急に現れるんだったら私も期待していいかな、アンナも次も結婚相手がドカンと急に現れると思う目の前にドカン結構ガチで、もうその人と電撃結婚並みしそう、うん、てかしてほしい、してほしい、アンナにもねスキピができたらいいね、うん、報告したい、川崎さん姉妹、なんかあれあれなのがさ、超長く付き合って別れた瞬間結婚する人って、うん、ばっかり、めっちゃ多い、結婚したんや、え違う人やみたいな、やっぱ国際結婚かな、子供めっちゃ可愛い、絶対可愛いよ、うん、フランス人と国際結婚かな、最高じゃん、でもみーな親戚に一人海外の人欲しいから、うん、ちょっと求むえそれなってくれたらめっちゃいい、だってさ旅行とかもさ行きやすいし、うん、あっちの家族そうそうそう、それはいろいろと日本が不安になった時に、うんうん、みんなで一緒に行けるとか、確かにね、一個のツール、うん、言われてますよ、パリに婚活しに行きます、おいいかも、いいじゃん、めちゃめちゃ楽しそうだし人生、うん、賛成派です、パリ行くか、パリ取り前とりあえず行きたくない、取り前行きたいな、いやー結構語った、うん、語った、今回はもうね、まあなんとなんとリナさんのスキピができましたという報告の動画になりましたが、はい、久々に恋バナもできて楽しかったですね、はい、皆さん応援してください、おめでとう、ありがとう、ここにベニがいるのでちょっとお世話になって拍手はい、というわけで、まあ、YouTube もね、うん、もっともっと頑張っていきたいと思いますので、皆様応援のほどもよろしくお願いいたします、お願いいたします、では次の動画でお会いしましょう。アニャン。こんにちは。幸せ者。